奪いました。ここでシュート、素晴らしいセービング。これはスルーパスが強いか、素晴らしいパス、さあシュートだ。ということで、はい、ニュースがね飛び込んできちゃったんですよ。肩の脱臼、前回見事逆転勝利っすよね。いやー素晴らしいですね、うん、ほらメールでも来てんじゃん、チームの一人が怪我をした、要は2ヶ月、そうだね2ヶ月だ、ね、いやーなんかマジか、しかもまだ J リーグ開幕してないですからね。だよね、辛すぎるわこれ。さあということで今回もトレーニングからねやっていきたいと思います。はい、やっぱ高みを目指す上ではね、これ重要ですから。そうですよ、こんなトッププレイヤーでもまだヴィッセルでは完全にハードな練習をしまくりますんでね。なるほど、はい、年齢的なものもありますからね、うん、どうですかその、だから維持させていくことがねもう重要なのかなと、うんうんうん、経験は豊富なんで、まあそうなるとやっぱり体幹トレーニングとかね。イニエスタイニエスタイニエスタということでありがとうございました。あもういい、あもういいっす、あそうか、なんかしれっとじゃあ退出するか。おうシュールな絵だな。ということで練習からやっていきます。おなじみの練習、まあ練習の映像いらないのかなと思ってるんですけどね。ナイス、まあ、これはちょっとイニエスタをねうまく使えるようにする俺の練習でもありますね。これは裏をつきたい、いやいいね、ここはもうサイド駆け上がれる、いやナイス、軸足を見てやっぱドリブルした方がいいかな。 OK、 いやディフェンスがむずいんだよまた。はい、OK、 いやナイス、 OK、 いいね、ここを押さえたのはでかい。 OK、 ナイス、あーナイス、うわー突破された。おーいいねいいね、ここはもうイニエスタの醍醐味のねいつものパス、このコンビよし、あとはここだけっすね、やっぱ点決めないと話にならないんで、よし、けい、いけるいける、 OK、 いやチャンス、 OK ナイス、あーオフサイドもったいなすぎる。さああとはフリーキックだけだ、ナイスナイス、 OK、 OK、 いやいいんじゃない、OK、 C か、惜しいっすね。ということで進んでいきましょう。はい、同じく、左サイドだけど、おっとキャプテンが夏になってる、まあいいでしょう。2018年初戦がまずイニエスタ自動的にキャプテンだったからな。さあ行きましょう、ヴィッセル神戸イニエスタ、点決めたいね。パスとか、まあ、アシストも重要だけど、ちょっとまずは初得点を見たい。おい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 、きついぞそれ、それはきついぞ。さあ周り見て、いやつながるんかあれ、ちょっと今ミスったと思ったんだけどな。 OK、 さあポドルスキーせっかく入れんだ、使っていきたいな。さあいいよ、左サイドからオッケー出てるね、いいね、無理か、きついか、オッケー、いや惜しい、え、よかったな今のシュート、あーん怪我か、マジかよ、ボトスキーやばいぞ、マジか、タンが来たよ、まあでも控えがやばくね、
マジ神戸。うわまた次 J リーグ開幕しないのに。もうマジかよ。やばくない？さあナイスパス。やばいよこれは。オッケークリア、ナイスクリア。よしナイスカット、素晴らしい。あそこは危険だったな。よしよしよし、いいよ、いいねいいね。周り見たい。もう一回中に、中に切り込むか、中に切り込むか。 OK する。いやナイスすぎ。 OK ナイス。こっから、いやまた作ったねゲーム、素晴らしい。アシストのアシストはね最高っすね。よしよしよし、前へパスを出す前の他の選択枠ね、ボール持ちすぎって言われちゃったよ。分かった分かった、ちょっと簡単に叩くようにします。こういう感じね。OK、これで OK らしいですね監督は。こういう感じで簡単に叩いていきましょう。ナイス、ナイスシュート。いや面白いのね今。いや面白いよ。いや素晴らしい、ナイススライディングだ。よし、パスではたいて中に入って OK、 いいね。もういっちゃおう、パス回してこう。いやいいでしょ、素晴らしいよ。 OK めっちゃパス回す。いや来た、クロス。いや惜しい。あイニエスタじゃないんだ、このカウンター危ねえな。オッケー、すげえドリブル駆け上がってくんだけど。いやパス回していこう。危ねえ。ナイスパスでしょ今の。うわマジで入ってねえのか。よし来た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 。オッケー、いやーナイスシュート、初ゴールだよ。いや素晴らしすぎだよ。オッケーいいね。まだちょっとファールが多いのかイニエスタさん。いや危ねえ。オッケーオッケー、ロスタイム3分。よしあとはいけるでしょう、あとはもうボール回して。おお守りきろう、大丈夫でしょう。オッケー来たー。いやいいね監督も、すげえリアルだな。いやこれめちゃくちゃいい試合だったな、これこれこれは素晴らしい。うおいここね、これきたこれ。はいということで、ジュカ吉お前に新着ニュースがある。で
あったやったかしかもボトル好きじゃないか怪我に多すぎるやばいな世界のニュースに載ってるぞちょっと待ってボトルスキーやっぱ入ってからさすげえ流れ変わったんだよよかったすっげえよかった3ヶ月は痛いそしてハーフナマイクもヴィッセルってさめちゃくちゃ渡辺和馬もいるしあ強いねあと田中純也もいるんだよ、うんうんうん、そうだからまあいいんだけどこれでかすぎないちょっといやこれイニエスタにかかる負担がでかいぞでかすぎるわはいということで次節ですねまだ、はいJリーグにはあのまだリーグ開幕しておりませんあなるほど、まあ、カップ戦ですねはい、まあ、それもねちょっとある程度、まあ、連携を整えてやっていきますか、まあ、本当のイニエスタはこれからなんですけど本当のイニエスタかなこのゲームの中では試合開始が2017年になってますからね早いな先取りだな早いっすねはい、ということで去年来てることになってますおー、はい、なるほどということでまた次回の動画でお会いいたしましょうさよなら